最新の技術と一つのゲームセンスがちょうどいい具合にバランスしてるものが自分の作りたいゲームなんですよ。でこれが僕のスタイルなんですよね。自分なりにはなるべく自由な空間を子どもたちプレイヤーたちにあげたい。その頃のゲームってこう車と車とかバイクとバイクが触れるとすぐ爆発したんですよね。で僕実際のバイク乗ってて接触しても何も爆発なんか起きないしね。だからなんかねやっぱりもうちょっとリアリズムを追っかけたものが欲しいな。最初の企画が垂直離陸のハリアーっていう実際の戦闘機あるじゃないですか。であれでなんか地上をダーッと撃つようななんかそういう企画だったんですよ。飛行機だったらこういうふうにバーッとこうバーッと動くとなんかあ嘘っぽいじゃないっつってSF だったらこういうふうに動く乗り物なんだよって言って終わりでしょ。キャノンボールランっていうのが映画であってあれゲームにしたら面白いかなって思ったんですよ。憧れのフェラーリをオープンでしかも片手運転ドライブを楽しむレーシングゲームじゃないですよね。あれドライビングゲームですよね。トップガンこれをゲームにすると面白いかなってね。第二次世界大戦当時のプロペラ機頃のやつはこう正面切手の戦いもあるしドッグファイトもあるし一番楽しいんですよね。ただかっこいいのは F14 だったり F18 だったりするんですよ。だから F18 の格好で中身は第二次世界大戦当時に持っていくととりあえずそのリアリティとか遊びも一応カバーしてなるべく嘘やりたくなくって本当にみんなが遊べる状態に持っていくには嘘の量が多くなっちゃうんですよねフライトシミュレーターっていうのは。だからフライトシミュレーター系のものをやった反動で自由度の高いパワードリフトみたいなやっぱりそれに逃げっていうのが精神バランス取るためにそっちに行きたくなるんですよね。G6 の頃っていうのは他社が先駆けて 3D でやってきてるわけですよポリゴンで。その当時 G6 っていうのは 3D のハードじゃないんですよ。結局ミサイルなんかは僕がレンダリングの部分と 3D の部分を書いてだから僕のプログラムで描いた絵を使ってましたよ。昔のサスペンションがグワグワな車の方が車らしい動きするし柔らかいし今の F1 よりよほど楽しいですよね運転すると。動きが分かりやすいからだからバーチャルレーシングっていうゲームは F1 の服を着せたクラシックカー。まあいくら言うだってさストリートファイター上行くなんていうことはそんなことはないんだからみたいな話があったんだけどたまに誰かにやらせますよね。そしたらねその人がね操作しててね「いて!」って言ったの。あ、これこのゲームなんかあるっていう感じですよ。60分の1秒でシーケンス回そうと思ってもスピードアップじゃなくてアルゴリズムの方に時間割いてるからどうしてもね60分の1秒でできないんですよ。だから1は30分の1秒で我慢してその処理時間は少し甘くしていろんなチャレンジの方に時間を割いたんですよ。で2はもう簡単ですよ。我々でいう60分の1秒でやってのけよう。ハードが変わって技術が変わってソフトの力も変わってスタッフも変わってそうなるとできることが毎回違ってくるんですよ。だから結局は人間のやることをシミュレート完全にできるなんてことは一生ありえないと思ってそこを追求しだすとエンドレスなんですね。ウィザードリーとかウルティマあたりから RPG って言われ出したのかな。そのゲームがねまあマニアックだったんでしょうね。日本ではなかなか受け入れられないと。その中で日本向けにある程度進化したのがドラクエでありその影響を受けて FF なんかもできてきたと思うんですよね。でこれが僕の中で RPG のその一つの流れだと思ってるんですよ。だから僕が学生の頃なんかは自分にとって肌合いのいいものがそのマッキントッシュだったりアップル時代のそのアドベンチャーとかロールプレイングと言われるものだったんですよ。あの辺の流れを組んでその素直に進化した形のものを自分が作ってみたいなっていう気は昔からあったんですよ。その機会が訪れたっていう感じでしょうかね。だから僕なりの RPG っていう言い方ができるかもしれないし僕の認識と周りの認識が RPG に対して違ったりしてますからあえてRPG と呼ばない方がいいのかもしれない。今回その RPG っていう言葉じゃなくて違うジャンル名のちょっと考えました。これがフリー FREE ですね。今までのゲームよりもずっと自由だよ制約が少ないよっていうものをやってみようということでフリーと言えるんじゃないのかな。フリーっていうのは頭文字を取ってフルリアクティブアイズエンターテインメント。エンターテインメントというのは娯楽ですよ。フルっていうのは完全とかまあフルスケールのフルと一緒ですね。リアクティブ。リアクティブっていうのはその完全に反応するという意味ですね。合図目のことですね。目は左右で一つの対になってますし現実と超現実もしくは仮想現実だったり過去と未来だったりその一個だけではやっぱり語れないと思うんですよ。表裏一体みたいな形で必ずこうペアをなして双極にあるものが混在してそれが結構いいバランスでまとまってる。でもう一つの意味は合図っていうのがその人間の機能の中で一番繊細でセンシティブでデリケートですごいこう全域反応する非常に繊細な目を持つフルリアクションのそのゲームですよ。そのごく一般のユーザーから見ると一つ前の僕の作ったゲームって一番印象に残ってるはずなんですよ。だから今僕はバーチャルファイターの鈴木優なんてよく言われるんですよ。ドライブもやったこともあるし本当は違うゲームもやるんだけどもどっかでファイティングゲームのイメージ強いんですよね。だからバーチャルファイターっていうのはある意味マニアックだったりその非常にクリティカルなっていうかその微妙なこうタイミングを要するそのファイティングゲームじゃないですか。一言で言うと難しいタイプのゲームかな。そういったゲームにしちゃいますとねやっぱり世界の子どもたちが共通にできなくなっちゃいますよね。大事なのはストーリーを伝えることだったり、その世界観を伝えることだったり、そのメッセージを何らかの形で伝えていくことになるわけで、そのゲームの操作性が難しいがゆえにゲームをすることを断念されて、それでその伝えたい我々のメッセージが途絶えるっていうことが一番怖いことですね。だから広く多くの人に遊んでもらいたいので、世界共通の題材なんですよ、内容的には。愛とか勇気とか誇り、その家族は誰でも大事じゃないですか、世界各国。友情もまた大事だし、恋愛もまたあるじゃないですか。そうすると世界共通のテーマっていうと、やっぱりその辺になってきちゃうんですよね。愛すべき友を持てっていう一つのメッセージがあるわけですよ。今の時代にやっぱり本来の意味の友達とか、その愛すべき尊いものとか、そういうものがそういうものをしっかりと受け止めて、しっかりと伝えるもの、そういうふうな物語にできたらいいと思ってるんですよ。思いをゲームの中に詰め込んでるんですよ。僕の思いもあるし、いろんなスタッフの思いがたくさん入り込んでるから、一生懸命こう封じ込めてんですよね。友が大事だと、それが一番大事だよっていうことが何らかの形で、その言葉の壁と国籍の壁を越えて、そういったことが子どもたちに伝わっていけばですね、幸いかなと。精神的にゆったり感じる部分をゲームの中にも入れたいわけですよ。ちょっと茶化してる面もあるんだけど、ウィットを込めてですね、ゆったりたっぷりしっとりと大きめで多めでっていうのを次のゲームの中で表現したいなと思ったんですよ。世界観っていうのはきちっとしたものじゃなくて、その必要な世界観よりも一回りか二回り大きめのものを用意してあげると、全てにおいて、そういうコンセプトですよ。今までのゲームで使われるよりは一人でも多くなんとか人を出したいな。その中からその何人かがその影響を与えてくると。だから影響を与えないタイプの人も必要だろうということで、なるべく多く作りに入ってますね。発売までには500体ぐらいの3D のモデリングを終了する予定なんですよ。でもう一つゆったりたっぷりしっとりからちょっと考えられるのは、広大な世界と同じく深い歴史の深みとかって、そういうふうにも取れるんでね、広大な感じと深さっていうのを併せ持つ中国大陸へのロマンって言ったら変なんだけども、中国を題材にしたいなと。曲だけまず作って何も語らずに、一つの曲に思いを全て込めて作ると。でその曲だけ聴かす、企画の人に、シナリオの人に。で自由な発想、それからバーッとインスパイアされて出てきますから、それをガーッと集めて、それから構築していくと。いろんな人の意見もらって、で自分の思いももちろん入れていくんだけども、だからある特定の色をつけない一つのいいやり方ですよね。文章化しない、絵も描かない、音楽だけでイマジネーション高めて一つの世界を作っていく。だからまず音楽を作りましたよね。ストーリーものだと主人公に対する思い入れっていうのは一番大切になってくるんで、その姿形からその性格が宿ってきたりして、まず最初に形があって、それから思える性格とかそういうことが出てくるんで、自分のイメージに近いものを作んなくちゃいけなかったんですよ。で最初はラフスケッチで描いて、正面図と側面図みたいな話になるわけですよ。横で見ていいように描かれてて、正面で見ていいように描かれてるわけで、どっちもすごいいいんだけど、これを 3D のデザイナーに渡しても立体にならない。やってもやっても自分のイメージにいかないんですよ。実寸大で粘土こねて、最後は石膏を流し込んで石膏像を作りました。